どうも、シボニーマーピッカーよいしょ、よいしょ。今日はね、東京モーターサイクルショーに、僕と菊池嘘つかないの、このバイク。はい、他に、ね、RG と LLR 伊藤ちゃんのね、バイクもありますけども、展示させてもらっております。はい、東京モーターサイクルショーでバイク展示させてもらえるってこと、なかなかこれあるよ。嬉しいことよ。我らがリーダー。店長。どうですか。ね。二人ちょっとこっちのね、RG ツーリングクラブのニューグッズ。はい、キャップもね、カラーがね、新しく増えて、ね、赤と緑ということで、はい、T シャツも、やらせてもらっております。今日かけてね、ブース一周いろいろ回ってきました。はい、あ、負けとらんすいや、負けてないです。負けとらん。負けとらんばい、ほら。このね、4台、いいです。いろいろ僕もバーっと見ましたけど、はい、やっぱロケットカールついてるのはここだけです。ここだけです。やりました。シモニーはなんと、これ磨くのに、スプレー何本使ったんですか、ね、パーツクリーナー4本使いました。エンジンがオイルまみれやったから綺麗になって4本使ったから、まだ指黒いまだちょっと飲食で働いてるのに指黒いからもういいですね。そうなんですね。伊藤ちゃん今日ね、伊藤ちゃんがね、今日明日担当ね、まあ、ただだからやっぱホンダで来てますから、今日はもう伊藤ちゃん来ないんで、ちょっと裏やっちゃうちょっともしかしたら伊藤ちゃん初日は裏やっちゃうかもしれない。片付けられてる可能性、ちょっと広々とね、広く置きたい、もうちょっと車体が全体見えるように。今日も3兄弟揃いましたから、シリーズでは、ぜひ来てもらいたい。ありがたいです、いやもうありがたい、もう本当ね、ユーチューバーたちがもうそうなのよ、バイク好きな方、特に、ありがとうございます、ありがとうございます、特にでもあのやんちゃなバイク好きな方が多いんですよね。中でももうね、そういうバイクをこっち来てくれたらね、一番ですね、記念撮影してもらいたい。いろんなところにレプリカの CBX だったりとか、ちっちゃい CBX だったりとか、いっぱいありますけど、本物置いてありますから、一応ここに本物ありますんでね、ぐりぐり毎週走ってるやつですから、アルフィンのサイドカバーついてますからね、ビートのね、飾る用じゃない、ゴリゴリ走ってるやつ。 CBX はね、CBX の難しいけど、これだけある、このモーターサイクル上で、K は1台、絶対これ絶対そう、 CB750K は1台しか、本田さんも多分用意しない、これは。もうこれはどこ探してもないはずですからね。でそれにロケットカールつけちゃってるから、もうやばいっすよ。やばいっす、絶対ないんですから、サンダーもついてますからね、絶対ない、マジでいない、マジでいない。A色でしょ、これいいっすよね、これ色なのよ。岐阜のね、俊彦くんっていうのが塗ってくれたけどね、いい色で塗ってくれるの、俊彦くんが、岐阜の俊彦くんが上手に塗ってくれて、はい、はい、見て、このオイルクーラーのこのゴタゴタ感が好きやわ。そうですね、これね、いいよね、やっぱね、ロングで回すメッシュホースでね、あの頃のね、スターバイクのあの頃の、これはいいよね、やっぱね、このいやもう本当にこのリアルにゴリゴリ乗ってて磨くってこういうことだよっていう、あの本当メッキパーツとかね、もうバフ掛けとかのピカピカとは全然違いますけど、そうなのよ、リアルに乗ってるバイクっていうのはこういうことなんだよ。リアルに乗ってるからもう見てもらえ、グリップツルツルやから、いやもう本当ですよ、乗り超乗ってグリップツルツル、もうこっちもツルツル、実用性のあの ETC もバリバリつけてはい、ほんまに電装系ちゃんとしてない、そうちゃんとしてます、これも ETC ついてますから、こうね、ちゃんとつけて、高速乗って、言うとくよ、このスターホイールは掃除大変よ。いやこれ大変よ、これ磨くの。多分今の時代コムスターホイールのバイク2台並んで展示されることないです。なかなかないよ。キャストね。キャストホイール。そう。そうですね。もうコムスターはね大変なんよ。スポークから継ぎ目継ぎ目がね多いから。もう本当わずかな時代しかなかったコムスター。いや羨ましい、コムスターにしたいぐらい。ね。本当裏コムとか剥がしたらめっちゃかっこよさそうだけどね。かっこいいですよね。はい。コムね。そうなんですよ。本当に。これは誰の YouTube
これはあの中尾藩 YouTube 劇場です。すいませんね。中尾藩 YouTube。中尾藩。そうですね。本当よくポカーンとした人が多分見てると思います。はい、あ、何やってんだ？これサタビルダーズでも下木チャンネルでも、ガレ横でもないんですよ。中尾藩 YouTube 劇場。バイクファンの人一人も登録してないんですよ。サタビルダーズからのちょっと視聴者お待ちください。すいません、すいません。チャンネル登録、中尾藩 YouTube 劇場も見てください。ちょっとね。はい。今回はもう RG ツーリングクラブグッズをね、そうですね、ニューグッズがいっぱい出てますから。ニューグッズがあるという。これでしょうね。いや、これかっこいい、これ。ちょっとすいません、ちょっとグッズ紹介、すいません。ニューグッズの紹介なんですけど、ちょっと待って。全員写真古すぎません？まず写真ニュー、写真ニューにしないと。旧写真。こだわったのが、はいはい、色味、色味です。色味です。今年はなんと、これね、なんと、ホンダ、ヤマハ、スズキで、なるほどな。はい。でこれだ。でこれ、はいはい、川崎。はい。なるほどね。どのメーカーのバイク乗ってても行けますという。なるほど。こだわりがやっぱある人ね、多いですからね。ほんで、それに合わせてキャップを展開しようと思ったんですけど、はい、4色作ると単価がちょっと1500円ぐらい上がる。やばい、それはそんなに上がるんだ。で、絞りに絞ってホンダと川崎。なるほど。だから僕はまあこれ、まあ、いわゆる川崎寄りの方やっちゃってますけど、はい、実は僕はあのホンダの K0 乗ってんのはもうグリーンなんで。そうか。だから僕は川崎と思われつつ、ホンダとしてこれを被らせてもらって。ホンダとしてそこはもう自分でも全然こじつけていただいて。まさにもうホンダ等なんでね、もう是非。まあ、ホンダでピシッと。で、これが、はい、チュートリアル福ちゃんの服です、はい、あの感じで作ってほしいね。ね、もうあの感じですよね。あの感じで作ってほしい、あの感じで作る、ホンダのね、あの感じ、完全にあの感じ、あの感じで作りましたが、ちゃんと吉本の上に通して、はい、これはちゃんと訴えられたりしませんよねってちゃんと確認しました。もちろん問題ないデザインなしで、はい、問題なし、いい色ですよね、これも、ね、これいいよ。グッズあとですね。いや、グッズいいな。いや、いろいろ、この辺こんなもあるんや。いいっすよね。これだからどっちもね、手に入れて。あ、本当や。これでも1本に2つではないですもんね。なるほど。いいね。いろいろあるんですね。DVD なんか持ってますからね。DVD。ワン、ツー、スリー。今見る人いるかな。第3弾まで出てる。すごいっすよ。下2位の、ね、サーキット。免許への道はめちゃくちゃ面白いですね。頑張ってやってますんで、ぜひ。あと下にがタンクのやつはめちゃくちゃ面白い。ボンのね、めちゃくちゃ面白い。いろいろやりましたんでね。で、前回売れ残ったやつ売ってます。あ、そうですね。ちょっとあるんだ。2018とかのやつ。こういうレアなパーカーがね。パーカーとかはね、逆になんでよく売れ残ったなっていう、いいパーカーなのに。そうなんです。ちょうどあれとぶつかって、コロナとぶつかりました。あ、そっかそっか。作ったけど、その時だ。こういう形では、ね、発表できなかったよ。そうなんです。やっちまった。いいよ。パーカーも可愛いもん。はい、はい。コーチジャケットもいいよ。コーチジャケットも。はい。あとこれ。あ、これは2018を、はい、川崎のバイクのロゴで書いたんですけど、なるほど。なんか2018は、はい、トロサーモンが M1 取った時なので、はい、チャンピオン。なるほど。トロ、素晴らしい。村田の顔をちょっと描いてみます。村田ちゃん、トロ村田ちゃん、村田ちゃん、村田ちゃんもね、嬉しい。村田ちゃんのファン来てください。はい。今 FX 乗ってますから、村田ちゃんもね。そうでした。この辺がやっぱ使い勝手もいいですからね。これもね。いいね。ファンクドランカーズコラボですよ。これはいい。はい。あ、昔のキャップまだね。これはキッズ。キッズよ、キッズ。キッズ用の。なるほどね。2の。ここが可愛いね。はい。うん。ここがいい。これもいいですよ。残り少なくなってますけど、まだあります、ね、まだありますよ。バイカーズパラダイスさんとコラボで、はい、コラボ月間ということなんですよ。で、とりあえず僕の1台のバイクは飾ってるんですけど、はい、あ、なるほど。もし飾りたかったらまた自走で自走で行けば飾って行けば飾ってもらえるの飾ってもらえるの飾ってほしいバイクがいっぱいあるんで。あ、本当ですか。みんな大変だろうなと思って、とりあえず俺の中でやったりしたんですけど、はい、もし飾りたかったら。そうなんや。そうです。で、パネルとかめちゃくちゃ今、バイパラに、あとグッズもバイパラで売ってます。バイパラさんだったら、K0 の方飾ってもらいたいですね。あ、そうね。
ょっとバンパラさんにこれはちょっと似合わないと思うんで、ちょっと後でバイク何を飾るか、あれカブで、カブで自走で、うん、自走でちょっとカブ自走で結構大変ですけど、ちょっとあそこまで行く、どうやって行っていいかわからんね、高速じゃないと。もうね、東京モーターサイクルショーは終わってしまいましたけど、はい、RG ツーリングクラブは永遠に不滅です。皆さんグッズ、お買い求めください。ネットで売っております。お願いします。よろしくお願いします。出たピッカー。